ダンボールの資源回収動画改め動画になりました。ララララ青い空と海と鳥たちの歌、自然豊かな場所、泣き陣にあるくがにくがに。なんで段ボールだけここに分けてるんですか？最初の頃は、パッカー車でとかダンプでそのまま、香里島とか事業ごみ回収した後、このまま、名護にある今日はあのリサイクルセンターの方に持ってたんですけど、それだとパッカー車いっぱいにならずに持ってってたから交通費がもったいなくて、だから一回もうこっちのヤードに貯めるようになったんですけど、で、まあ濡れちゃうと資源にならないんで、もう屋根のコンテナの中に積んで、ある程度1週間ぐらいしたら、まあ、バカ車いっぱい分には十分になるんで、それを詰め込んで今日はに持っていくっていうことで。これ今全部1週間分ぐらいですか？いや、もっとあると思う。これはあのホテルとかスーパーとか以外の一般の家庭のもあるんですか？一般の家庭のはないです。全部事業ごみ。新聞とかはまた新聞とかで分けないといけないので、これはこれで今日はさんに持っていくんですけど、パッカー車で回すのは段ボールだけ。もうこういうプラスチックとかは入れちゃダメなので、こういうのは全部切って段ボールだけにします。こういうテープは、こういうのは、まあ、まだいいみたいですけど、ここまでは多分大丈夫です。今日はさ、ダンボールの中にもダンボールと、また雑誌みたいなのが入っちゃってます。村の、泣き陣村の回収とかだったら、もうこんなのは取りませんよってステッカー貼っちゃうんですけど、まあ、事業ゴミなんで、この辺は多めに見て、でもできたら分けといてほしい。こっちで分けるのが大変なので、あの生ゴミみたいにこう押し固める、そう、押し込んで押し込んで塊にして持っていく。そうですね。ただまあ1トンはいくかな、1トンいくっけな、いつも1トン前後だったと思うんですけど、もう段ボールは段ボールで、でこういうビニールは買ったり、新聞とかも入れない。本当ダンボールだけ。
全員分からず、果たして今日中にこの大量の段ボールの片付けは終わるのでしょうか。すごいいっぱい出ました。あれは司の燃え物。今日中にでもこぼしてればいいですよね。うん。まあ総合さんこぼしって。これ片付けれてって言うと。これ片付けないといけない。詰め込みできないのね。これあっても。総合さんのやつ今こぼしに行ってくれてってから、それ帰ってきたら詰めて。俺持ってくか。営業車乗せて。その方が助かるかもです。一旦ちょっとこれだけ。ダンボールの業者へ持っていく資源回収動画、改めパッカー車修理動画になりました。感謝を空にして戻ってきたら、それに詰めてまた行きますか。ああ、そうですね。はい、さっきの新しいの多分清掃組合行って燃えるゴミこぼしてきたら、中洗って帰ってきたらまた詰め直し。再チャレンジ。はい、あのパッカー車大丈夫。君とみんなおいでよ、くがに。